今日は大手広告代理店の坂口さんに社員訪問を今からしたいと思います。ちょっと緊張するんですけど行ってきます。いってらっしゃい。はい、すみません、お待たせしました。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。専修大学3年生の健人と申します。本日はあの貴重なお時間いただきありがとうございます。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。名刺いいですか？ありがとうございます。あのパラマツの坂口と申します。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ではどうぞ、はい、ありがとうございます。すみません、貴重なお時間いただいて、はい、ありがとうございます。こちらミニになります。ありがとうございます。ありがとうございます。どれになりますか？もう決まってますか？じゃあ私はですね、はい、じゃあこの高級コロンビアアイスの方にしようかなと思います。あ、すみません、ありがとうございます。そしたら僕はミルクティー、朝ミルクティーでお願いします。はい、かしこまりました。はい、じゃあメニューを下げいたします。ありがとうございます。ちなみに今、はい、状況としてはどんな感じなんですか、日々？今はもうひたすら長期インターン頑張ってるみたいな感じです。あ、長期インターン。はい、そうですね、あの旬ダイアリーっていう、ありがとうございます。ありがとうございます、すみません、ありがとうございます。旬ダイアリーっていう YouTube チャンネルを運営している会社で半年ぐらい長期インターンをしてみたいな形になってます。なるほど、はい、飲んでください。いただきます、ありがとうございます。はい、私もいただきます。いただきます。あ、美味しいですね。いい豆を使われてるそうですね、と思いますね。はい、ありがとうございます。30分ぐらいまでお時間いただいても大丈夫ですか？わかりました。はい、ありがとうございます。はい、大手広告代理店さんにお勤めというところはちょっと気になるところがたくさんあるんですけど、はい、結構広告代理店さんってキラキラしたイメージがあると思うんですけれども、はい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 、そこは多分一部でしかなくて、うん、多分9割が登録再業務というところがあると思うので、具体的な業務内容をお聞きしたいです。確かにおっしゃる通り、はい、キラキラした部分1割の登録再業務9割というのはそれは合ってるんですよ。はい、キラキラした部分だけがどうしても目立ってしまう仕事ではあるんですね。はいはい、なので入社するときに期待しすぎると入った時に、はい、泥臭い仕事ばっかりだなってなる人結構多くて、だからそこの具体的にどういう風な仕事をするかっていうのはやっぱりリアルに社員に聞くっていうのはすごいいいことだと思いますので、ありがとうございます。ぜひ今後も続けてください。ありがとうございます。で、私から言いたいことは、はい、説明会とかインターンシップとかですごいキラキラした情報を目立ってしまうんですけど、例えば広告代理店の営業だとやっぱり調整ごとがすごく多くて、クライアントの予算と期間が限られていて、例えばテレビ局とか雑誌とかインターネット系のメディアとか、メディア側にはいろんな事情があって、うん、っていうそのクライアントとメディアとの情報、お金、物の調整っていうのはすごく泥臭いものを9割やった後にやっと始めて1割のキラキラしたものが出来上がるっていう感じでございます。なんかその中でも特にこれがきつかったなっていう業務とかってありますか？なるほど。福田ビールを担当したことがあって、やっぱり今まで従来の、まあ、古き良きブランドももちろんありつつ、全然新しい考え方、もっと新商品を作るっていう新商品の立ち上げの部分で、マーケティング調査の部分からあの広告代理店が入り、まあ、メーカーと一緒になってもう商品開発をして、プロモーションを一緒に立案して製品ローンチするってところはやっぱり今まで誰もやったことがないことだったので、すごくあのハードな調整が続き、各所への確認交渉とかが多数ありまして、で今まではまあクライアントのまあ広報宣伝部とだけやり取りすればよかったものを、クライアントの中のまあ流通担当とか営業担当とかいろんな部署の人が出てきて、もう新たな調整事が生まれたので、もちろんハードだったんですけれども、その分クライアントとは深い信頼関係を結べたっていうのはやってよかったなというふうに思いました。ありがとうございます。じゃあもうクライアントさんと自分だけじゃなくてもいろいろいて、それはどうやって調整してたんですかね？ひたすらメールを送るみたいな感じですか？メールももちろんありますし、はい、いろんな部署にいろんな人がいるんですよ。はい、なので誰に対していつどんなことを話すのか、とか交渉をするのかとかっていうので、最終的に関わった人全員が幸せになるような新商品のローンチを目指すっていう感じでございますね。僕の就活軸の一個としてこれだけ譲れないものがあるんですけど、やっぱり楽しく仕事をしたいっていうのはあるんですけれども、それって広告代理店さんでは可能だと思いますか？これはでもどこの会社でもできますよ。自分次第なんで、メーカー勤めようが、インターネット系の会社に勤めようが、金融系だろうと、それも自分次第でできますよ、どこにでも。とはいえ社内政治が大変でとかはあんまりなかったですか？社内政治があるのは全ての日本中、世界中の企業全部そうです。もう全ての会社で存在します、社内政治は。あ、そうなんです。わかりました、ありがとうございます。じゃあちょっと質問を変えさせていただくんですけれども、はい、入社の決め手とかがあればちょっとお伺いしたいなと思っていて、はい、入社の決め手は、はい、実際僕が大学3年生の時に出会った、入社3年目の方がいらっしゃったんですけど、はい、その3年目の人がかなり裁量権を持って、10人ぐらいのチームを束ねていろいろ動かしてたのを見たんですね。3年目で10人の人を巻き込んで一つのプロジェクトを進めていくっていう姿を見た時に、若手からそうやって裁量権を任せてくれる会社、かつ会社の規模が大きくてクライアントの規模も大きいっていう会社ってここしかないなと思って、
ったんで、それが結構大きな決め手だったんで、まあ、そういういい師匠を見つけられたっていうのは僕の中で大きかったですね。ありがとうございます。そのイメージと入社後のギャップとかだったんですか？はい、正直に申し上げるとギャップはあります。はい、あれですね。会社は大きいんですよね、はい。どの大企業でもそうなんですけど、上司ガチャになってしまう部分がやっぱりあって、はい、そこは僕代理店だろうと、テレビ局だろうと、インターネット系の企業だろうと、金融だろうと、全部同じなんですけど、どの上司の下につくかってすごい大事なんですね。例えば1割キラキラ9割泥臭いっていうのを理解してても、でも泥臭いの多いなみたいな風に思っちゃったりとか、はい、表には15秒のテレビ CM で派手に有名人使ってドンみたいなやってても、裏ではすごい緻密なあのお金とテレビ局の視聴率とあとは交渉ごとがたくさん無数にあって、それやっぱ泥臭いなっていうのは感じましたね。はい、質問変わってしまうんですけど、はい、大きなプロジェクトを完成したときに多分やりがいを感じると思うんですけれども、それまでの過程の中でやりがいとかだったりしました？例えばその交渉がうまくいって嬉しかったみたいな。日々、はい、うん、いろんなことが起きるんですけど、はい、やっぱクライアントと一緒になって、うん、ご主人様と飯使いみたいな、はい、そういう感じじゃなくて、うん、いいパートナー同士として、うん、まあ、いい関係値を築きながら一緒に同じ方向に向かってお互いがいい方向に動くように頑張るっていう、その信頼関係の部分っていうのは日々感じていますね。もちろんいろんなことが起きるんですけど、意外と僕のイメージはもうなんかバチバチなイメージなんですけど、でもそれはもう全然違って、一緒に伴走していこう。正直、はい、これはもう日本語の表現の話なんですけど、はい、バチバチになる時ももちろんあります。なぜなら時間とお金って限られてるんですよ、はい、限られた時間とお金を使う時にクライアント側と僕代理店側で時には揉めることもあるんですよ。でもそれはもうそういうものなので、それを経て同じ方向に向かっていく。その中で印象に残った、これ大変だったなみたいな物事みたいな。あ、それはすごくいい質問ですが、まあ、この YouTube においては答えを控えます。いい質問ではあります。はい、ありがとうございます。はい、分かりました。別の質問に移させていただこうかと思うんですけれども、はい、高西さんが想像する入社してきてほしい後輩の人物像とかがあれば、あ、ですけれども、学生時代って結構学歴とか見るじゃないですか。はい、早稲田、慶応ってすごいんじゃないかみたいなとか、はい、東大、京大ってすごいんじゃないかみたいなと思うじゃないですか。はいはい、それ全然関係なくて、はい、一番大事なことってモチベーションなんですよね。うん、本当に心の底からやる気を感じていて燃えている人がすごく重要で、うんうんうん、モチベーションがあって燃えている人って必ず伸びるんですよ。吸収も早いし伸びる。逆にどんな高学歴な人だろうと、モチベーションがなかったら何も伸びないし、お互いにとって良くないんですね。なんで本当にこの広告代理店の仕事とか広告代理店に対する興味とか関心とかがあって燃えることができるというふうに分かる人はすごく一緒に働きたいなと思いますし、そういう人と今後も一緒にいたいなと思いますね。はい、やっぱ大手広告代理店でどうしても偏ってしまうイメージがあったんで、はいはい、これはですね、あの、はい、構造的な問題がありまして、はい、まあ、正直に言うと、はい、日吉キャンパスと三田キャンパスがある某大学があるんですけど、はい、その某大学が正直毎年3割4割ぐらい入ってくる、すごい多いんですよ。はい、なんでかっていうと、これ先輩がいるからなんですよ。先輩がいて、はい、で後輩にバトンが受け継がれていくんですね。広告代理店って表に出ない仕事なので、興味持たないんですよ、いっぱい。一般の人は、うん、もう例えば日本テレビとか、はい、フジテレビ、TBS みたいなテレビ局か、うん、トヨタ、うん、サントリー、花王、あ、そうですね、ソフトバンクみたいな、はい、クライアントのことしかわからない。その間に入っている広告代理店のことは知らないんです、普通は。知らないです、ね、で知るのは先輩がいるからなんです。だから志望する人も増えるよねっていうプロジェクトで、たまたまそういう文化ができているから、だから某日吉見た大学の人たちが多い。実際そういう後輩たくさん持ってきたと思うんですけども、すっごい成長した後輩がいたんだよとか、そういうエピソードがあったらお伺いしたいと思ったんですけど、僕はね、もう後輩を多分30人ぐらい見てますけど、はい、モチベーションがあるかないかでだいぶ差が開いてきますし、それはもうたくさん見てきました。ありがとうございます。はい、これで最後の質問にしようかなと思うんですけど、はい、今30人の後輩をお持ちだとお聞きしたんですけれども、まあ、累計ですね、累計、塚西さん自体も多分すごい成果とか残したりすると思うんですよね。成果を残す上で気をつけることとか意識していることとかがあればお伺いしたいなと思っていて、いや、一番大事なことってクライアントとの信頼関係なんですよ。はい、もうそれが一番大事。それはやっぱ順序立てて説明することがすごい大事で、うん、例として10万円ゲットできました、はい、って聞くとどうですか？え、すごい。その状況において、もともと100万円もらえますっていうのを聞いた人が10万円ゲットできましたって聞いたらどうですか？はい、ちょっとしょぼいな。一方で1万円もらえるかもらえないか分かりません。はい、でも10万円取れるように頑張りますけども、はい、確約はできません。で、1週間後10万円ゲットできました。いや、感動しますね。はい、同じ10万円もらえるっていう結果でも、この過程を知ってるか知ってないか全然違うんですね。常に社会ってもやもやしてる状態なんですよ。うん、
いつ何が起こるかとか未来何が起こるか分かんない状態でちゃんとコミュニケーションを取って、うん、これはもしかしたら来週こうなるかもしれないっていうのを予測して事前に先回りして伝えてクライアントと信頼関係を結びつつこういう成果が得られましたっていう話をすれば全員が納得するじゃないですか。はい、それがコミュニケーションが変だと同じ結果でも印象って全然違いますよねっていう話で、まあ、こういうのがすごい多いので気をつけるのがすごい大事かなと思います。それと僕すっごい得意じゃないかもしれないですね。だから先回りです、はい、先回りをして3日後とか1週間後とか2週間後1ヶ月後に何が起こるのか、はい、でも事前に想定した上で説明しておく、うん、ベストケースとワーストケース両方用意して、はいはい、1週間後2週間後にベストケースこうです、うんでミドルケースこうです、うん、でワーストケースこうです、どれになるか分かりませんって話とかをしとく、はい、今のところミドルケースかワーストケースの方が結構多いネガティブなんですけどっていうふうな説明しておいて、うん、1週間後にはベストケース実はこういうふうになりましたみたいな話をするとか、うん、先回りして自分から言う、あでもそれを悪く言いすぎると、はい、こう下り点って、はい、たくさんあるので、はい、じゃあ君のところに頼まないよってなるんですよ。あもちろん詐欺みたいなことはダメですけど、はい、正しい情報の中でちゃんとコミュニケーション取っていく。それ結構ごちゃごちゃしちゃいませんでした。だから、はい、交通整理役として広告代理店っていう代理業が存在する、はいはい、あー広告代理店さんの本質を今やっと理解した気がしました今、はい、ありがとうございます。具体的な業務内容とか広告代理店さんの本質的な業務とかそういうところを今回学習できたなと思っております。はい、本日お時間いただいて ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ということで本日は社員訪問ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでちょっと僕のこの社員訪問力ってところを100点満点中何点かみたいなところで評価してもらいたいんですけれども、お願いしてもいいですか。じゃあ発表します。はい、お願いします。60点です。あー、はい、僕から言う前にご自身が何かあればどうぞ、はい、3つぐらいあると思ってて、ほうまず1個目がどのぐらい自分が志望度高いのかというところをお伝えできなかったとっていうところと、入社した後のイメージを明確にしたかったんですけどその意図とかは多分お伝えできてなかったってところ、3つ目はアイスブレイクの部分がなくて緊張したまま話が進んでたっていうところ、この3つだと思います。じゃあどうするべきでしょう、具体的に言うと。まず1点目に関しては最初にこういう志望動機でこのぐらい志望していますみたいな、すごい入りたいですみたいな気持ちを伝えるってところ、でそれがアイスブレイクとなってスムーズに社員訪問できたのかなっていうところと、その質問するときに枕言葉じゃないですけどに最初にこういう意図があってこういう質問したいですってお伝えするのがベストだったなと思っております。その通りですね。ありがとうございます。じゃあ僕からのフィードバックします。反省点が多数ありますと。まず大前提として、はい、事前に質問が僕のところに来てなかったんですよね。なんでこれ効率悪いので事前にやっぱ3つから5つぐらいの質問は投げた方がいいんじゃないかなと思います。もちろんその質問のが浅いとなんか浅いなっていう風にこうすごいこっちもやる気が下がるんですけれども、はい、だからちゃんと仮説を持って自分の考えをぶつけるような質問だったらおいいねって思うので事前質問頑張った方がいいと思います。ありがとうございます。はい、すごい気になったのが名刺なんですけど、はい、僕基本名刺とか嫌いで結構反対派なんですけど、はい、でもまあ日本社会そういう文化なので、はい、合わせるしかないんですね、はい、で致命的なのは PC のさ下にさ名刺あるんですよ。 PC の下に名刺があって、はい、僕初めての体験でそれはやりすぎ、それがあるともう話入ってこないの、はい、名刺 PC の下に置いてるけど大丈夫これみたいな、最初の自己紹介で本当に初めての社会人の人と話すんです、だから何もマナーがなくて失礼なところがあったらご指摘くださいみたいに言ってくれたら初めてならそれあるよねみたいな思うんですよ。実際どうなんですか、社会人の人とこうやってカフェで話すみたいな。いや、ないですね。ない。じゃあ初めてです、言った方がいいよね。それがないと、はい、えってなるなんで自己紹介が不足してますね。大学名と自分の名前だけ言って始めちゃいました、ね、終わりみたいな。なんで、まあ、これは一生使えるテクニックなんですけど、はい、営業とかで何かこう商品を紹介するとかになった時も自己開示です、すごい大事なんですよ、うん、先に自分から開示をすることによって相手を安心させる、うん、一生使えるんですよ、はい、なんで自己開示が足りてないですよ。自己開示ないままこっちにこう尋問されると、はい、あれ俺警察に取り調べ室で尋問されてるのかなってなっちゃう。そうなります。てかなってた。はい、なってましたね。はい、感じ取りました。だから欠点です。はい。緊張しいな感じじゃないですか。はい。緊張しいで言葉が詰まっちゃったりとか、はい、今すごく緊張してますって話とかも最初に言った方がいい。はい。はい、初めに言ってくれたらこっちも頑張って緊張しないようにこう持ってくるんですよ。はいはい、でもなんか尋問できたから聞かれたから答えなきゃいけないかなと思って、そのアイスブレイクする時間すらないってなりました。ちなみに僕他の動画で見たんですけど、すずさんからの指摘で私は結構緊張しいとどもども噛んじゃうことが多いですっていう話を、メス解像の話、はい、それ最初に言おうって指摘されたじゃないですか。されました。それ今回使ってないですよね。使ってなかったです。なんでそれ。いやもう忘
忘れてたっていうとすごいあれ忘れてますよね、はい、忘れちゃってましたね。でそこどもろでよくなって、はい、忘れてました、すいませんって、はい、次から気をつけますって爽やかに言うと忘れてました、すいません、次回から絶対に素直に誠実にちょっとお答えできるように。素直に誠実にというよりも、はい、自己開示ですね。ちゃんと最初から、はい、自己開示基本に気をつけます。頑張ってください。はい、実はですね、今日カフェでやったのも理由があって、はい、人間って繕うことできちゃうんですよね。でもやっぱり店員さんへの態度とかにそういうところ結構出るんですよ、はい、実はそういうところめっちゃ見られてます。でこれは就活においてもだし、はい、恋愛においてもそう。ああ言いますね。それはい、恋愛でも聞きますね。でも店員さんへの態度が10年後結婚した時の態度になるみたいな、うん、だ店員さんに横柄な人は結婚した後とか10年後とかにすごい DV 気質というかパワハラ気質な人になるみたいな、うん、そこでちゃんと爽やかに健全な笑顔を作れてるかどうか、はい、じゃあここであの VTR どうぞ。こちらミニになります。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ私はですね、はい、この高級コロンビアアイスの方にしようかなと。あ、お願いします。ありがとうございます。そしたら僕はミルクティー、朝ミルクティーでお願いします。はい、かしこまりました、はい、じゃあメニューを下げいたします。ありがとうございます。うわー、できてなかった緊張しすぎて、はい、店員さんが存在しないかのように振る舞ったんですね。だから落ち着いた方がいい。落ち着くためにやっぱ場数を踏むしかないんですか。場数です。はい、この前僕ミス KOSFC の女性と面接したんですけど、はい、人前に出ることがすごく多いというふうに言っていて、はい、もう場数が違うんですよね。で、僕結構そのコアモテじゃないですか。だからめちゃめちゃ落ち着いてたんですよ。だからもう場数が違うんですよ、はい、だから簡単に言うと模擬面接とかでもいいので、自分という商品を紹介する場をたくさん作った方が良くて、はい、その場数が圧倒的に足りてない。なんでじゃあ SFC のこちらの動画ご覧くださいませ。ご覧ください。良、はい、かった点で言うと、後半の方にリアクションが良くなってきたんですね、はい、最初ガチガチすぎて大丈夫って思ったんですけど、後半の方良くなってきたので、はい、つまり単純に場数が足りてない、殻に閉じこもって自宅に閉じこもってる場合じゃないので、はい、閉じこもりをやめてください。はい、はい、やめますやめます。改善すべき点のフィードバックは、はい、楽しく働くって話もあったんですけど、はい、楽しく働くは単語がすごいバカっぽいんですよね。はい、なんかもう言い方を変えた方がいい、何でもいいんですけど、はい、それもまた多分爆発足りなくて、はい、社会人の人に、はい、私は楽しく働きたいですっていうふうに、はい、もうこっちはポカーンとするんですよ。なりますね。楽しく働く…点点点っていうそこもまた経験不足と当然の爆発不足です。はい、社員訪問全般に使える話をしますと、はい、まずは明るく元気であることっていうのがマスト。はい、学生って別に何も持ってないけど明るさと元気さってあるじゃないですか。フレッシュでポジティブなパワーをこの社会人に対して送れるかってすごい大事なんで、それが一番大事。はい、なんで、まあ、今後もフレッシュでエネルギッシュな感じで接するようにしてください。はい、はい、ありがとうございます。であとは分かったふりをするのって結構危険で、分かったふりをしないっていうのがすごい大事、うん、で分からないことは分からない後ほど電車の中で調べてみますみたいなことか、はい、メモっといて調べておきますみたいなことを言うとか、うん、して分からないままああそうですねみたいな感じで流さないかっていうのがすごい大事。はい、流すと、ああこれのれんに腕をしたいからなみたいな、こういうタイプかっていうふうになるので、だから素直に分からないことは分からないって言った方がいいし、調べてみますっていう一言を添えるのが大事。それが伸びしろを感じさせるテクニックです。分からないことが分からないというか言語化できない場合があるんですよね。なんかモヤモヤしてるけどこれをどう分からないですって言えばいいか分からない時があって、いやそれもね素直に言いましょう、はい、それもね爆発不足なんですよ。爆発、はい、さえ踏んでれば、うん、もうこの分からないの瞬間どう言おうみたいなのって、はい、ずっとあるんですよ、はい、言い方の問題で経験が足りない、圧倒的経験不足。経験不足。はい、まあ、最後に僕すごい気になったのは、はい、やっぱね PC でカタカタ打つのはすごいなんかね取り調べされてる感じするんですよ。はい、ここになんかねこう壁ができるんですよ。 PC という壁が、はい、心の壁になるんですね。友達との会話でさやりますよやらないです絶対。僕面接の時も絶対 PC やらないんで、こういう時はやっぱり手書きでボールペンとメモ帳みたいな、メモ帳の方が僕はいいと思います。これ僕の感覚なのか分かんないけど、社会人の皆さんコメント欄で教えてくださいお願いしますPC じゃない方がいいですね、はい、僕はそう思う。ただこれは個人の価値観かなと思います。あ、それもやっぱ自己開示で最初に PC で撮ってもいいですかっていうのがやっぱり本当にこだわりがあるんだったら、はい、私はもう PC で撮った方が嬉しいんですね、はい、壁に感じたらすいませんみたいな、はい、それ最初にあれば多分壁感じたかったかもしれない、はい、そうですね、はい、やっぱ自己開示すごく大事ですね自己開示、はい、あともう一個テクニックで言うと、はい、会議室とかの場合においては、はい、ミーティング終わった時で退出するじゃないですか、はい、で飲み残しあるとね若干印象悪いんですよ。なんで帰る時とか、はい、会議室から出る時とかは、はい、なるべく飲み物買わん方がいいので、もし席立つ時には、はい、その前にグイッと飲んどくか、はい、計算してこう飲んどく、
のがおすすめです。なので飲み物のペース配分も頑張ってください、はい、やっぱ緊張して飲めないかもしれない。それも爆発が足りてないです。確かに爆発ですね。僕シャインホーム学生時代100人ぐらいしてたんで、はい、100人ご飯をいかに食べながら飲めもれるかっていうのが、はい、結構爆発踏んでました。僕はありがとうございます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで本日はセカニッチさんに社員訪問の評価というところをしていただきました。セカニッチさん X もやられている方なのでぜひフォローお願いします。はい、概要欄から、はい、フォローお願いします。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。